気候台は、通称極道物語に出演した月組の組長役、もともとは自警団に所属しており、グレンと同期であるが、自警団の中ではバッチクラスで頭が良く、視野が広い。その頭の良さからもともと情報屋だったり探偵業をやっていたのだが、誰かからお前はどうにか空気剤だから下の人間にその力を叩き込めと言われた。で、口に関してはどちらかといえば何程度だか。人に教えることに関しては大改造であり、その結果が右腕だったシーダミレイである。気候台には趣味があり、町内会大学の入試問題をたくさん解くことを趣味としている。その時は陸上組と月組で問題の答え合わせをするか、全ての問題で合格点ラインを取るレベルである。だが物語上では誰かを叱咤する必要があったため、実力をかなり抑えることになった。やばいよね、月くんのポテンシャル。化け物だよマジで。てかなぜ難関大学の入試問題を。なんか頭の回転を戻したくなるから。回転しすぎて首回るんとちゃうか。でも一個だけ絶対無理なやつあるんだよ。おろ、なんや。ウプ主から渡された国家試験。なんでウプ主合格してんのあれ。え、渡してねえぞ。てか国家試験受けたことお前らに言って。た。あ、間違えて渡したかも。間違えて国家試験渡すとかあるかいな。え、ウプ主しか持ってないでしょ普通それ。そうだよ、てか渡さねえよあれと貸せるのは頭おかしいよ。そうなの。自己採点してリアルに2兆円になる問題とか可愛いお前らにやらせるわけねえよ。可愛い。え、ウプ主なんか。断じてちげえよやめてくれ。あれってさ、問題見てると人間の構造的なの分かって面白いけど、どうやって解釈するのあれ。広大お前のセルフ解説なんだから俺の話をしなくていいぞ。誰も得しねえから。気になる普通に。難問を解きたい俺としては聞きたい。じゃあ後でな。氷室純平は、極道物語で敵組織の武闘派として初出演した。周りに骸骨が飛んでいるこの状態が戦闘態勢だが、なんかかっこいいからとこの状態にしてほしいと頼んだ。氷室純平はこのチャンネルで初の試みをウプ主から頼まれており、その内容はヒイラギレイをかませ犬にすること。極道物語でヒイラギレイと戦った時は、そこまで本気ではなかった。その罰が当たってしまったのか。陸道雷火に瞬殺されてしまう。その時実を言うと何度か取り直しをしており、4回やり直したがそのうち2回は男のシンボルにダメージを受けた。物語が全て終わった後、ヒイラギレイから少々いじられる羽目になる。そのいじられ方だが、俺より強いんだから俺に来てる役柄やってくれね。パワハラである。しかしこの縁があったためなのか、いろいろと支援を受けることが多い。こらレイ君パワハラはダメって幼稚園で教わらなかったのかな。もう赤ちゃんなんだから。ちょっと待ってどういうこと。なんや妙ないじられ方されてるんやな。かませ犬役引き受けるんじゃなかったよ。よしレイには教育が必要ね。やめてくれ、サラが教育って言った時マジでいろいろと終わるから。いいじゃないの、何も取らないんだから。魂取られる教育なんて嫌だ。なんだあれ、何の教育だ。霊全体通達、全体通達。霊とサラ以外はファイル内に戻るように戻ってください。ちょっと待てってマジで怖いって。さて今回は何日もつかしらをほほほほ。召集力ダウンロードしとこ。